おおお、来た、おお、来た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 、九州。近藤さん、はい、どうですか、音楽はスポーニング真っ最中って感じですね。真っ最中、はい、春が来ましたね。春が来ましたね。なんかもうものすごい明太子意識してるじゃないですか。はい、まあもちろん九州ですからね。めちゃめちゃ明太子意識してるじゃないですか。なんでこんな荒れてるんですか。ね、これはちょっと荒れてますね。荒れすぎてね。もうなんなんこれ。おっとおっと、いやーこれちょっとやばいな。音楽家の名手たちはね、みんな知ってると思うけど、ここはラビットハンプ。なんでラビットハンプっていうかは分からない。これ近藤さん、これなんでラビットハンプっていうんですか。シャローラビットっていう、はいはい、クランクあったじゃないですか、はい、あれでちょうど水深が良くて、よくちょっと強めに TN ですよ。 TN60、 僕が TN で近藤さんが小次郎シャット。小次郎シャット、小次車、小次車、小次車はもう今売ってるんですよね。売ってますね、小次車。はい、小次車はソウルシャットと比べたら、うん、どっちが潜るとかあるんですか。ちょい潜ると思うんですよ。へえ、あれどれくらい潜りますかね。いや 1.5 とか。これ2メートルぐらい。あ、2メートル潜るんですか。はい、へえ、フランクで2キロぐらい釣っとった人おったですね。へえ、自分も試合で言ってたけど、キロ1200ぐらいのジャンプでバレちゃった。へえ、で違う時間に入ってた人もでっかいのバラしてる。ソウルフラット、この爆風でベイトタックルで軽いルアーを投げるっていう、このシャレオツ釣りはやっぱどんだけシャレオツに魚を釣るかが大事だからさ、見てよこの爆風をもろともせず軽いんですよね、そのルアー。いやいや余裕っすよ。怪しい、スーパー低男性ですね。グラス、グラスっす。グラスか。土曜日に普通に普通の竿でやりよったらバラしたから、あ、試合の時はグラス使ってみようかな。試合の時はシャットで全く反応がない。はいはい、おっ来た、おお来た。でもチビー、ベイビー、ベイビー、ベイビー来た。ベイビースニーカーブルース、おーイエーイ、おーイエーイ、ベイビースニーカーブルース救いましょうか。マジっすか。あ、それはもう救いますよ、パタさんに。いやいや、来た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 、小次郎シャット来た、九州、あっちゃん、おーイエーイ、北九州ナイス明太子、来た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 九州すげえ、素晴らしい、イエーイ。こいつで釣れた、小次郎シャット、小次車、はい、小次車。いや春の音楽川楽しいじゃないですか春の音楽川。お、また当たった。おあ、金道じゃなくて、こんなに。ちょっと必殺技使っちゃおうかな。内緒やで、内緒、内緒やで。まあしゃあないな、見せようか。これっすよ、ボーンラトラ。おお、音楽のバス、ラトルむっちゃ好きなの。へえ、そう、これフリックシェイクのこのインチワッキーに太い方にラトル入れるやん。ほんなら動かしてたらカシャ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 なんねんやん。これめっちゃ好きやから、音楽のバス、マジ好き、ラブ、ラトルラブなんかね、ラトルっていうかカサカサ音が鳴ることがそもそも好きで、ボトムに例えばシンカーが接触する音とか、何か物に当たったりリグ同士が当たったりっていう音がめっちゃ好きなの。好きっていうか、それに反応する魚がめっちゃ多い。特に今日みたいにこう雨跡で濁ってね、近藤さん曰くバスはおると、で見つけてもらえれば食う可能性があるみたいな時のこう距離の詰め方っていうかね、もうワーム自体にラトルをぶち込む。ハードルアーって特にバイブレーションみたいに音で魚誘うやん。
TN だったらオリジナルサウンドからフルタングステンからサイレントからいろいろ音のバリエーションがあるわけやん。ことワームってなったらさ、全員がほぼほぼもうほぼ 90% ぐらいの人のリグがサイレントなと。いやいやいや、音使っていこうぜみたいな。当たったな。当たりました。当たった当たった当たった。おっとボンラトラいや、ボンラトラ入れてない時は全然当たらんかったのに、入れたら当たった。おっと、これはなんかあるんじゃないですか。なんかありますよ。もぞもぞあたりですわ。なんかもぞ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 って。あ、来た来た来た。おっしゃ、ラトル。これはでかいよ。これですこれです。2キロじゃない。2キロ、2キロない。元気いい。こらいい魚や。オンガ川素敵やな。今ちょっとね、引っかかったやつをプルンと外したんですよ。おお、そう、そのハングオフ。オンガ川あるあるですね。ハングオフ。北バイ北バイ北九州。めっちゃ行くじゃないですか。いや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 、いや、 やっぱり大事にやってるんですよ、うん、なるほど。春なんで、はいはいはい、貴重なんで。で、この後バラしたらおもろいじゃないですか、こうやって頑張ってよう引きますね。ね、川バスって感じ。お、でかい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 。おい、はい、キロアップ。へい、オンガバス。これが上顎がっつり。ここにかかってると、まあ、バレにくいし、このラインがね、歯でやられない一番いいとこだ。こういう風にかかる針が本物です。へい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 、いいバスいいバス、春って感じ。琵琶湖はだいたい6月7月ぐらい、まあ、テキサスリグの釣り、はいはい、フリーリグの釣りが、はい、まあ、盛り上がるんですよ、はいはいはい。それにボンラトラーを入れた場合と入れなかった場合、はい、でボンラトラーも、うん、まあ、M と S とあるんですけど、はいはい、どっちを入れるかで変わってくる。めっちゃ変わるんですよ。へえ。例えば今日は S がいいなっていう時とか M がいいなっていう時あるんですけど、はいはい、しこたまもどんだけ釣れんねんやけど、あのノンラトルで普通にワームだけ投げたら当たりがないみたいな。へえ。まあなくはないけど減る。その食った時に離さないためにつけるんじゃなくて、やっぱり音で誘ってるってことですか。そう、音でも誘う。で、食った時離さないっていうのは その後の話ですよ。あ、当たったと思ってからずっと送っとったらもうゴイゴイ行きますもんね。おお。どうしようかな。移動します。移動でも全然いいですけどね。要はどんどん魚が上上と行ってる感じなんですよね。そうですね。いや、それがちょっと落ち着いた感じですね。ああ、もう完全に上まで行ったのはちょっと落ち着いた感じです。はい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 。あ、来た。おおおおお、すごい。いますね。いますね。移動しようかなとか言ってたら食った。いますよ。すごいわ、旗たくま。大きくなるんですよ、これが。お、大きなったわ。このシーズンにさ、フリックのシーズンにさ、フリックの人がさ、フリック 5.8 ニラトルまで入れてさ、やればそりゃこうなるわな。でかいぜ。さっきよりでかい。でかいぜ。でかいし。イエスサー。ヘイ。すごいわ。オンガバース。オンガ。いいぜいいぜ。太いな。太い。これもうフリックの飲み方が半端じゃない。もう餌と思ってる。ワッコーンいってる。順調順調。もう3匹釣れてるんで。早ない。早ない。音楽川ってそんな釣れるところ？ついてもうちょっと投げたらもう3匹釣れてるんで。え？こう。特訓や。ヘイ。ヘイヘイ。ヘイ。ヘイヘイ。誰かと思ったら。なんで。誰かと思ったら。すぐ気づいてください。3匹釣れた11時からやって。マジで。うん。全部ラビットハンプ。来週の魚残しとってよ、ダウンが。
残しときますよ。来週チャプターかね。来週チャプターなんよ。残しとってね。来週チャプターなんよ。残しとってね。くたくたくた。お。来た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 九州。小児さばい。これもぶっこぬく。おりゃー。コジシャーコジシャーコジシャーが来たなんで小次郎って言うんですか。物干し竿、佐々木小次郎が使う物干し竿で投げるから小次郎、佐々木小次郎シャット。なるほど。その佐々木小次郎は何かあるんですか、つながり。ないっすねおっしゃ、おい、来た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 九州また来た。すげえな小次郎シャットさあ小次郎シャット、いやーよっこせー。すげーすごいっすね。すごいっすね小次郎シャットハマってますね。ハマってますね。いや本当にすげえちょっと感動レベルすげえ。小次郎シャット釣れた。また3匹目来た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 九州。あれは今日考えついたんですか。今日考えた天才っすね言っちゃいそうやもん関西で魚かけても来た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 九州って言ってまいそうやもん。やっぱ近距離で、うん、音楽ってそのまあ沢村さんの釣りだったり、うんうん、もう本当近距離で釣るわけですよね、はいはい、食うもんですか。食います食います。へえ。本当もうマスターでも食うよね。あーおー手、あーバレたバレた。手前に走っとった今。いやもう食い出してるけどすごいなんか弱っちいバイトですね。おー来た。うわー離した。そう僕もさっきからちょっと触ってきてるんですよ触ってる、うん、もうねツンツンだけな。あそんな感じですね、うん、当たってる。おお。あーあーやっぱり食い込まん食い込まんくんくんです。食っとるんよ。食っとるけどかからん。おすずもこれに泣いたわけですよ。なるほどね。ちょうど1年前の今日なんで、うん、一人っ子なんで。うん。うわマジ。うわマジか。悔しい。うわあうーわ怖すぎた。でもおっしゃおっしゃおっしゃ。マジ。ラスト1分。うわうわマジか。うわ来た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 。うえなんで。でもあん時はあったかい2日間やったんですよ。ははははその潮回りとか、うんうん、そういうことでバスの口の中にルアーが入らない。はいはいはい。そのたくさんの恩賀猛者たちを倒すっていうね、うん、そうですね。それですよね。まあ、かなりミッドスポーンだと思いますよ、うん、だからもうリグで釣り勝つ、うん、いやまだ針が決まってないです。うん。カッパリー大会第2戦カタタクマカップを開催したいと思います。いや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 天気が良いよみんな。はい、それでは1から10番までの方スタートしてください。お、今日のトーナメント11時までっていうことで7時スタートで現在の時刻がですね7時30分。はい、栃木市をずっと歩いていける範囲っていうところがルールなんですが、僕が今回狙おうと思ってる
スポットは、まあ、あの橋の少し向こう側、水中が消波ブロックでガタ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 と組んであるエリア、通称ティーバック。いいね。はい。魚自体止まってるんでダウンショット、まあ、リーダーは30センチぐらいで、使ってるワームはフリックシェイクのオリジナルの 3.8。 ここもう本当にこれに全てが、今日の狙いが集約されてるんやけども、 3.8 インチっていうコンパクトサイズなんやけども、あえての膨張色、 3.8 インチの大きさなんやけど、アピール力は 3.8 インチ以上のアピール力を持たせることができる。でフックも自分が今まで作ってきたフックで今日の状況にマッチするフックが実はなくて、バスが食うけど口の中にルアーが入らない、入った時には確実にかけたいっていう時に必要なのはシャンクの長さなんですよね。弱い吸い込みでもちゃんとこう口の中の奥までフックポイントが届いてくれるためには、ワイドなフックっていうよりもロングなフックっていうところで、フィナさんの、ハヤブサさんのフックですね、それを今回は選んだという感じ。こうほんと近距離でこうフリップして、糸をたるんだ状態でシンカーがそこについて、でふわーんとリグが浮いて、ふわ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 って漂ってる。でその後にトコ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 って軽くシェイクしてあげて、で回収で、また次のスポットに入れる。ポチョンと入れてふわーってこう明るい色で見せる。これ丸旗シャーベットっていうカラーなんやけど、こういう風に誘ってる。今回あえてこれ低弾性のロッドでフェイトフィネスやってるから、すごい食い込みのいいティップを使ってる。もう巻物用のティップを使ってるから、 168ml の LM、 ミディアムライトのローモジュラス、ね、ミディアムライトの低弾性で、メタのこれは XG やね、メタニウムの XG。 上流から今風が吹いてて、こういうね、こういう風が当たってて、これ南風なんですよね。音楽があってこう南北の川で、南から北に向かって流れてるから、向こうが北で、だからこの南風が吹いてる時っていうのは天気がどん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 こう曇り方向に、今晴れてるけど曇り方向に崩れていく予兆で、かつ水温も上がりやすい。だから状況は今上向いてるはず、まだ寒いけど。 OK。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、このポカッとしてくるとバスの状態もその動かないっていう状態から、まあまあ動き出すと思うよね。このあったかさで大会時間内の地合いの変化っていうところでいうと、このポカッとのタイミングはすごい重要な変化のタイミングなんだね。今回のここでリグを天の釣りから今フリーキャロに変えるんやけど、使うワームがこれやね、 DBU マフリーの 3.8。 すごいねこれ、見てこれ、 こんだけ開けてさ使ってないっていう、どういうこと、自分がわからんわ、やめとこってなったんやろね。リーダー自体は50センチ、リーダー50センチ、見つけたスポットからリグはあんま離したくない。で 7g のピンフリーがラインする状態でついてて、でチェーンクッションが一発挟まってて、まあここでクッションしてスイベルっていう。だからキャストするときは50センチのコンパクトな状態で投げるんやけど、水中ではこうフリー状態になってるから、最初のファーストフォールとかは結構距離が取れる。今の時間をすごく大事にしたいから、
点々と動きますよ。おそらく南風が吹いてたのが北風とこうぶつかり合って、で今北風が勝った段階で風がまた動き出したわけですよ。要はぶつかってる間は風が止んどったけど、でもまあ間違いなく朝より暖かいから、この数分が勝負やと思うけどね。